高井正人、49、主演の日曜劇場、v i v t b s k は物語の舞台を日本に移し、誤送金事件の真相が明らかになるも、まだまだ謎の伏線が多く残され、視聴者の考察が過熱している。このドラマの過剰に詰め込まれた伏線の数々は、海外配信という先を見据えての戦略のようだが、8月7日に放送された第4話の内容は以下、 丸菱商事のシステムを改ざんして誤送金を仕組んだ人物が、財務部の太田、飯沼愛20、だと突き止めたのに、坂井正人、立野崎、安倍博士59、羅公案は、太田の自宅へ急行するが、パソコンのハードディスクが破壊され、証拠隠滅した跡が見られた。しかし、野崎が見つけた落語の CD に隠されたデータから、 太田は天才ハッカーでテロ組織テントのモニター工作員に利用されていたことが判明する。その頃ジャミーンとドラムが来日、ジャミーンが持っていた写真からテントのモニターは乃木の同機の山本、坂田隆也46だとわかりという展開。今回は乃木の別人格 F により彼が別班だと語られたほか メインキャストの松坂通り34がようやく登場し、別班の工作員で乃木の後輩、クロスだとわかるなど、衝撃の事実がいくつも明かされた。さらに、さりげなく映し出される人物や背景などを含め、伏線がとにかく多かった。そのため、X、ツイッター、上では、乃木が別班だとわかって1話を見返すと、ただのサラリーマンの動きじゃなかった。 書類落としたふりして盗聴器仕掛ける。アリのスマホから情報を抜き取ってる。わざとスマホ落とさせてすり替えて戻す。など、視聴者の考察が熱を帯びている。また、ビバン、のロゴと人物が並ぶ順番。松坂通り、V、別班。二階堂踏み愛医者、酒井正人、V、別班。安倍博士、N、日本警察。役所工事、T、テント。 A、ええ、は抜けてるけど、そこがニノなのか、もう一人の坂井正人なのか、などと、タイトル画面をヒントに深読みする人までいる。視聴者を引っ張り続けるため、ドラマに伏線は必須ですが、美バン、はとにかく多いです。これは、見直しができる配信サービスを意識しているのは明らか。それも、将来的な海外配信をかなり意識しているはず。 拡大版が多いのも、話数が多い海外ドラマを意識していると思われます。テレビライター。海外配信について公式に発表されていないが、7月25日配信の YouTube チャンネル、島根県観光振興課公式チャンネル、ノーインタビューで、ビバン、の原作、演出の福沢勝雄氏は、本作の俳優陣が豪華であることに触れた上で、できれば世界に向けて投げかけたい、と、 前向きな発言をしていた。1話当たり1億と言われている企画外の制作費も、海外配信で稼ぐことを想定していれば、あり得る数字です。これまでも日曜劇場は、マイファミリーと、アトムのワラベをディズニープラスで配信するなど、海外配信への道筋はできています。本作は神社が頻繁に登場していますが、これも日本をアピールするため、 海外を意識しているためでしょうね、全道俳優陣や海外ロケなど、何から何まで企画外なのも、海外配信をすると考えれば納得がいく。乃木が別班なのが明らかになり、次回からスタートしする新章でも、衝撃の展開が見られそうだ。海外サイズのエンターテインメントに期待したい、人気キャラのドラム、富栄ドラム31、緊迫したシーンが多い中、 癒しの存在となっている。